2021年夏、想像を超えたアニメーション映画「未開の境地」へ。細田守監督最新作「竜とそばかすの姫」がついにたどり着く。映画の公開に向けて最新作が作り上げられていくプロセスを楽しもう。本日は作品に命を吹き込む男性キャストに注目。あなたは誰？物語の主人公は女子高生のすず。そんな彼女を気にかける幼馴染で、女子から絶大な人気を誇る忍くんを演じるのは成田凌さん。先生、上司いた？そうだね。成田さんは細田監督作品に初参加。忍くんってさ、やっぱちっちゃい時からすずを気にしてて、誠実さみたいな感じっていうのがあると思うので、それがすごい出てたと思います。監督すごい優しかったですね。成田くんならどう思うとか、優しいアプローチの仕方をしてくれたので、ずっと見てる人だから、その人のにこう指導いただくのは貴重な時間だなと思って毎日過ごしてましたね。すずと仮想世界 U でのアバターベル、そして歌唱シーンを担当するのはミュージシャンの中村佳穂さん。成田さんはその歌声を聞いてとても驚いたといいます。僕終わった後に歌を取るらしいって聞いて、で、じゃあ残ろうかなと思って残って聞いてたら、ちょっとすごすぎましたね。すごいな、映画館で聞いたらどうなるんだろうなっていう想像も働かせながら、本当素晴らしいので、やっぱり見どころって言われたらベルの歌声なのかなっていう、ありますね。やっぱりすずの同級生、天真爛漫でまっすぐな男子生徒上新には染谷翔太さん。あ、ねえ君、カヌーやろ？あ、ちょ、ねえ行かないで、ちょっとみんな、なんで逃げんの？カヌーやろうよね。あ、さすがです、お見事です、いただきます。はい、細田監督作品の出演は3度目。マジでいいっていうね。じゃあこっちのテイクでみたいな。今回の細田監督の演出について伺いました。求めているレベルが高いなという、そのレベルに応えるのに必死でした。それは優しい笑顔でおっしゃるので、まあ、ある種自分は結構ドキドキしながら、はい、またでもすごい、なんですかね、いい経験といいますか、いい時間を過ごさせてもらいました。そんな染谷さんは細田監督作品を見て毎回感じることがあるといいます。成長とともになんかすごい自分を認めてくれるような感覚になるんですよね。まあ、それでもいいよってなんか言われてる気が、すごい優しい言葉をかけてもらってるような気が毎回して、そこがグッとくるのと、そうですね、今回はすごいアクション要素も強いですし、ファンタジー要素も強いですし、本当に純粋にこうエンターテインメントとして楽しめながら、見応えあるエンターテインメントになってるんじゃないかなと、はい、思ってますね。主人公すずのお父さんを演じるのは役所広司さん。何か困っていることがあったら言いなさい、何でも。役所さんと細田監督は化け物の子、未来の未来に続き3度目のタッグ。娘が動揺しててもやっぱりちょっとこうね、どっかどういう状態でも受け止めるみたいな、一種の覚悟みたいなものを、お声から感じました。はい、監督の思いっていうのはヒントにもなりますし、でも監督もいろんなバージョンをちょっとやってみてっていうことで、あとはもう監督が、あ、こっちの方がいいねとか、そういうのでこうチョイスしてくださるんで、それでも全面的に信頼してやってますけど。そんな細田監督が描く家族の姿について役所さんは、監督の本当永遠のテーマで、まあ、家族を中心にして、基本には人が育つのにはやっぱり家族というものがあって、その中でその人間がこう少しずつこうできていく過程っていうのは
まあ、監督自身がお嬢さんができて、なんか願いを込めてなんか作られてる感じがしますけどね。スズ、ベル、スズちゃん、スズ、主人公スズを取り巻く男性キャストにも注目です。